5章、総合インダクタンス変性器7回目、週末問題です。まず、週末問題の1個目は、オメガが 2πF の 60並列の時の、オメガ L1 が0.4と100というのが分かっとったので、L1 にしておくと、これが分かるよと。で、オメガ L2 が100と0.3を当たったので、L2 にしておくとこうですよということで、L1 と L2 を求めたら、K が0.8とすると、M の値は0.61になりますよっていう、計算ができるかという練習と。で、その次は、今度、オメガ L1 が3と100の時で、こう分かって、M がオメガ M かける3が50になるということで、M が分かって、L1 と M が分かったので、L2 はとして求めると、0.133と分かったということで、L1 と L2 と M が分かったので、K の値を求めておると。加藤君は開放で電流ゼロの時の大きさの関係。反対側の電流がない時にはもうこうなると。3番目は L1 と L2 と M が分かったときに、R が分かったとすると、Z1 はこういう形になるんで、計算するとこうなるよという、計算問題と。4番目が、例のティゲット回路になったときの電流を一発で解く問題と。いうんで、電流解けたので、そのウェット下のやつを足したやつを E0 を割ってやれば、この答えがわかると。ということで、これと一緒ですよ、と。から5番目は、この具体的な数値があるやつで、1電圧100ボルト、2電圧0ボルトで、L1 が8、L2 が8、M が6という場合に、負荷も6という時にどうなるかというので、1次電流と2次電流が一発で飛べて、P はリアルパートの電圧かける1次電流の実部なんで、699ワットというのが分かったよという、一番最初の方でやった問題の答えです。で、この1次側の電源から見た電源の供給電力は、2次側の消費電力よりも I1 事乗をかける6で、これ1次かと思うと実は、0の方が1次なんで、これはあくまでも2次電流の、この答えの2次電流の2乗をかける、2次につないで、この負荷の6オームで、これしか R がないので、2次側の消費電力と電源の供給電力は等しいと。で、この2次側の負荷を1次側に持ってくると、この値になるので、これ1次電流の事乗をかける1次側へ持ってきたこの負荷の値で計算すると一緒になるよと言って、みんな同じ答えになるという問題のシリーズですと。で、これは、これを T 型を変えるようにすると、ここに J オメガ M があって、上側に L1 マイナス M で R があると。下側には L2 マイナス M があると。
で、これとこれの並列回路なんで、A プラス B の AB に T 型にした、T の下側のところがこれで、これがこの回路の入力インピダンスなので、IR はというと、Z 分の E で全体の電流が流れて、これプラスこれ分のこっち側の方なんで、これプラスこれ分の、R の方なんで、L2 がある方と、いうふうになると。で、こうやって簡単化して、IR がこれと分かったので、V は、この負荷の電圧なんで、オームの法則で IR と。それで、V が E と E で、Z が L2 があって、M があって、M があって、L1 プラス R があってというパターンだと、電流が溶けて、なんとこれは、これと等しいよと。それでさらに、この電流が電圧と同相になるには、こっちへあらへんから、リアルパートということは、こっちもリアルパートになれば、E と同相になる。ということは、マイナスパートが0というのが条件なので、ここが0になって、さらに、マイナスがついてしまうと調子悪いので、プラスとプラスにならないかので、実部と実部のプラスにならないかので、これが、マイナスが中に入った L2 マイナス M と実部なので、分子がプラスのためにはこの条件もいるよと。これはこの式の分母が0になるという、そのイマジナリーパートが0になるというのの、分母だけの取り出し方の練習と。で、この2つの条件が結論として得られると。7番は、巻数比の2乗分の1というパターンというので、どんどんやっていっておくだけのことだと思います。まあ、これと似たこと。で、8番が、これがなかなかいい問題で、問題の題から1,2,3,4,5,6個の式が導き出すことができるということは連立方程式として V1、V2、V3、I1、I2、I3 の6個を解くことができると。で、この連立方程式の解き方としてはこの行列の1行2行、3行、4行、5行、6行、1列のやつを作っておいて、未知数のこれを書いてやると、V1 がこれ、V2 がこれ、V3 がこれ、I1、I2、I3 で、なんと一発で解けると。で、こいつもこれと同じような形に縦にこうやってまとめてやると、これがちょっと短くなって、これをソルブの未知数ってやると解けると。しかし解けた答えはどっちにしても、1行、1,2,3,4,5,6列なんで、これがこれ、これがこれ、3番目は3番目、4番目は4番目、5番目は5番目、6番目は6番目に対応すると。です。で、さらに、これは1行の解く方法だけども、ソルブブロックと。やつを解きたかったら、推定値というのまず入れておいて、6個の式を書いて、ファインドのその6個を求めようと。
で、求めた結果は、例によって、こういう解析もしてるんですけども、これをこういうふうに書いてやると、V1 をここ、V2 がここ、V3 がここ、というふうに、この縦に入ってくると。いうんで、これ求めて取るので、V1 と V2 と V3 はって言ってやれば、電圧の答え。I1 と I2 と I3 ってやれば、電圧の答えが一発で求まるわけであると。まあ、マスケットを使わなかったら、手計算で順番に連立方程式を解いて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 いれば、最終的には、例えば V3 であったら、20.408 というふうに解けると。アクティブラーニングさん。E と I。二次側消費電力より I 一乗 R が693。電流の大きさは 10.7。確認問題は 5.1 より。一次電流の事乗をかける二次側の6オーム一次側に持ってきた時の、値。そうすると、電源の供給したエネルギー。で、一次電流の大きさ。で、P は、リアルパートの EI バーで、一次電圧と一次電流の不足をかけると、リアルパートが消費電力なので、まあ、これとこれとこれとこれ、みんな等しいよということを言っておると。アーティングプライムの4。まあ省略と。さっきの3つのやつの時の話で、ついつい、こういうふうに括弧が、テストの間違いでは一番多かったということで、インピーダンスの足し算にしてもいいのは、これは直列回路なんで、回路図をちゃんと見てみると、並列回路になっているので、並列回路で足してもいいのはアドミタンスなので、インピーダンスがあったら逆数、逆数、逆数にして、和を求めてやると全体のアドミタンスになるので、それを逆数にすると全体のインピーダンスになるということで、これとこれは違うということを間違えないようにということでありました。はい、以上です。